一応おとなしくしているみたい。アイテムも取り上げたし。簡易牢獄の管理とか攻略の人手のこととか、青龍連合に協力を頼もうかって話にもなっている。精神的なケアをコンピューターで対応できないかと考えられ、そして作られた存在。はい、この SAO が始まってから人の感情をモニターし続け、私と同様にエラーを蓄積してしまっていたようです。私よりもひどかったんだと思います。私にはパパやママがいて眠りにつくことができました。でもストレアさんはずっとエラーを蓄積し続けていたんです。ませんが、ついにストレアさんの中の負の感情を蓄積するシステムが決壊。自分の身を守るために不完全な形で記憶を封印してしまったみたいです。安全機構を失ったカーディナルシステムは膨大なエラーの処理に追われます。その処理による負荷のため今の異常が起き、継続しているみたいです。システムを保持しようとする感情、世界を守るという使命、つまり自分自身を生きながらさせようとする消えたくないという気持ち。パパたちも消えてほしくないという相反する気持ちを制御しきれずに苦しんでいたみたいです。アルベリヒ、菅生信之の実験による
被験者の苦しみもカーディナルシステムに過度の負荷を与えた可能性もあります。そしてそれはさらにストレアさんにも影響を与えて、この世界を維持させるために一人で苦しんでいたんだね。でもそれならなぜキリト君や私たちを助けてくれたんだろう。それは、仲間だから。うん、そうかもしれない。それで今の私のシステム権限でできる限り調べたことなのですが、現在ストレアさんはパパたちの言う最終ボスのアバターに取り込まれている状態です。はい、スゴーから奪ったアカウントの権限、それがストレアさんの抱える負の感情によって暴走。それによりボスのアバターが再構築され、そこにストレアさんが引きずり込まれた形になります。不幸中の幸いでしょうか、取り込まれたことによって特殊な状態異常はキャンセルされたみたいです。ストレアさんの ID は間違いなく現在でも生きているというステータスになっています。アバターを倒すことができればアカウント権限の暴走も収まり、ストレアさんを解放できるはずです。はい、必ず。キリト君、よかった、よかったね。おそらくですが、登録だけされていた未使用の ID に上書きする形でこの世界に構築されたのではないかと思います。ストレアさんの持つ ID の登録日と初めてログインした日が2年も空いているので、それで
ストレアさんはどうすれば助けられるかな。私も現状考えうる方法の中では最も可能性が高いと思います。ゆいちゃんも同じ意見か。じゃあ現状はその方法にかけてみるしかなさそうだね。事態は様々なイレギュラーの積み重ねによって発生したため、さらなるイレギュラーを引き起こす可能性もあります。ですので、私は引き続きストレアさんを助ける方法について調べておきますね。ちょっとキリト、聞きたいことがあるの。ストレアのこと。ストレアさんは一体どうなっちゃったの？何か知っていることがあれば聞かせてほしいのよ。集まったぜ、キリト。聞かせてもらうわね、あの人のこと。正体が分かったってことだよね、ストレアさんの。説明頼むわ、キリト。ここはキリト君に任せるね。パパ、みんなに教えてあげてください。それって。
どういう…人工知能？あれだ、 AI とかいうやつか。人じゃないって、マジかよ。可能性はあるってことか。でも確証はないのよね。現状は大体分かったわ。とりあえず今はそのボスを倒すことにかけてみるしかなさそうね。あと一つ、そのボスっていうのは今どこにいるかは分かっているの？なるほどね。いろいろ納得がいったわ。行動が突拍しなかったり、裏があるとは思えない性格してたり。ちょっと魅力的すぎると思ったのよね。見る目があるわね。うん、あんなに明るくていい人なかなかいないよ。助けましょう、ストレアさんを。今も捕まって苦しんでるんだろう。早く救ってやらねえとな。
放っておくなんて絶対にできないよ。人だとかプログラムだとかそんなことは関係ないよね。ストレアさんは私たちの仲間だもん。助け出さなきゃ。皆さん、ストレアさんをとっても大切に思ってくれているんですね。私、嬉しいです。